堀江さん見てますか。堀江さんがお邪魔した尾道のほら餃子屋さんからクラウドファンディングのなんか製品が届きました。私ねクラウドファンディングひろゆきさんと同じ10万円の限定2名のやつ、あれをね購入したんですよ。私の場合はひろゆきさんとちょっと違うのはあれですね、なんかその美味しい餃子の焼き方をお宅に伺ってお教えしますっていうやつでね、うちに来てくれるんですよ。その副賞というかちょっとおまけでねこういうのが来てるんですよね。ちょっと早速開けてみようかなってことですね。はい、はい、お、あった。これね書いてますよ。この度は余市餃子のクラウドファンディングご支援くださり本当にありがとうございました。お礼が遅くなったことをお詫び申し上げますといろいろ書いてございます。妻の体調も当初の絶望的な姿から、想像がつかないほど回復しております。よかった。久保先輩にはこの良いご報告とともに冷凍餃子クラウドファンディングのきっかけをくれたひろゆきさんの新著大和くんに、お、大和くんに、大和くん見てくれてるんだな、余市餃子の T シャツをお送りさせていただいてコロナが落ち着くまでのお礼と返させていただけたら幸せですね。余市餃子のね店長ってね私のね高校の後輩なんですよ。でね一緒に麻雀やったりねしたんですよね。うちの店にも来てくれたことがあってね、嬉しいな。久保先輩の温かいご支援により妻が元気な姿を取り戻すことができたこのご恩は一生忘れません。私もこの思い出絶対忘れないですよ。本当にありがとうございました。余市餃子店長と奥さんとお子さんの署名、そしてね直筆で書いてるのがあります。今までのは全部プリントなんですけども直筆で奥さんから書いてますね。この度はクラウドファンディングご支援くださり本当にありがとうございました。まだ一人で歩くのが怖くてできませんがいろいろ書いてますよね。で回復し本当に嬉しいと、本当ありがとうございましたと書いてますね。いやーよかった、奥さんおめでとう。で余市餃子ホットプレートでこうやって焼けますよというふうなね形ですね。でしそ生姜、あ、いろいろ送ってくれてるんだな。いやいやいやよかったね。なんと、うん、餃子、お、こうやって丁寧にやってくれてますね。ありがとう、ありがとう余市餃子、ありがとう餃子のタレで楽してうまくいくというひろきさんのね本ですね。で大和くんに T シャツが来てます。イエーイ。実はね私の T シャツはもう以前もらったんですけども130か、まだまだまだ冷てえな冷凍で届いたんでチルドで冷たいです。大和くん130なんですぐは着れないかな、まだあのコートみたいになっちゃうんで。いただきます、ありがとうございました。ということで余市餃子、余市餃子さんから余市餃子いただきました。感激でございます、ありがとうございます。クラウドファンディング大成功ですね。なんだったっけな、300万とかを狙ってたのが1500万ぐらいになったのかな。なんかむちゃくちゃやっぱ愛されてたんだなと思います。私も愛しております。でクラウドファンディングは間違いなくもうね迷いなく一番上のやつをボンと、ね、私すぐ行きましたんでね、当たり前ですよ。私のね後輩でありもうポン友であり本当ねもう友人ですからね、これからも家族ぐるみでお付き合いできたら幸いです。ありがとうございました。